皆さんこんにちは。ネガティブモンスターアスカです。サーディーカーアスカです。今日はですね、髪の毛染めを第3弾でございます。第1弾第2弾と YouTube 撮ってやってきたのですが、まあ見事に失敗しました。なんで今日はね、こちらを買ってきました。じゃん、なんてことリセ泡カラーの、何色だこれ、何色だこれ、黒髪用ヘアカラー、でも黒髪いいよね。クールピンクって書いてあります。はい、こちら今日は頭に塗って見事染まるのか検証していきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、入ってるものは、第二液、なんこれ、泡カラー、その手袋、染めるときの手袋、これのキャップですかね、キャップ。これ、こうするやつですかね、これ。終わった後のヘアトリートメントがいいですね、入ってました。じゃあそれでは早速もうね、混ぜていきます。まずは1と2液を混ぜ合わせますと書いてあります。これですね、これとこれを混ぜるんですね。こぼさないように、変な顔したけどそこまで匂いませんでした。はい、じゃあこれを入れます。これを軽く強く振らないでって書いてありました。軽く振ります。こんなもんかな。でボトルを押して泡を出します。あ、もう出していいんだ。じゃあ、はい、じゃあもう早速やっていきます。自分で用意した汚れないためのビニール袋をこれからかぶりたいと思うんですけど、こうだ、こうかな、かぶってつけて、これを、中央部分を押す。押しすぎたらこうなるらしいです。で、あんま頭につけるのかな。私が求めてた泡です。美容室で今までやってたんで、自分でやるのもし、なんて言うんでしょうね、美容室染めた後なんかこんな風になってません？こんなもんですかね。はい、じゃあちょっと待ちたいと思います。蓋してちょっと15分ぐらい待てばいいのかな。終わろうと思って気づいたんですけど、ちゃんとここに書いてありましたね。ロングヘアの方は、全量、ショートヘアの方はこの線までお使いくださいって。ちゃんと使いたいと思います。あ、まだかな。全然まだです。これでどうだ？いいでしょう、もうこんぐらいで。本当の本当に、これで15分待ちたいと思います。はい、楽しみですね。はい、髪、洗ってきました。どうでしょうか？だいぶ変わったんじゃないでしょうか？そんな、ちょっと変わったぐらいか。はい、皆さんもよかったら泡カラー使ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。